笑っていいとも in 花巻。笑っていいとも in 花巻。花巻商工会議所と FM1 が協力してお送りするコーナーです。今日のゲストに次回のゲストをご紹介いただくという形で花巻のお友達の輪どんどん広げていきたいと思います。今日のゲストはこの小田和正、今日もどこかでこの歌をリクエストしてくださいました有限会社ヤマソー代表取締役の伊藤総一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。金沢秀明税理士事務所の金沢秀明さんからご紹介いただきましたが、実は金沢さんも同級生、そしてこれまでこのコーナーに出てくださったマーマ食品の伊藤恒俊社長、今広商店の高橋文一社長も皆さん同級生なんだそうですね。さて山荘さんはですね、野菜からお酒までいろんなものを、ね、扱ってらっしゃるんですが、ラジオの前の皆さんにねおなじみなお店があるんですね。元祖満州ニララーメン栄屋本店さん、ピンとくるんじゃないでしょうか。伊藤さんはこの富士大学そばにあるあのドーム型面白い形のねラーメン屋さんですよね、はい、このお店のオーナーさんでもあります。では初めの質問です。今週のメッセージテーマ、お土産お歳暮なんですが、お歳暮と言いますと栄屋さんに一歩足を踏み入れるとリンゴのいい香りが漂って今扱ってらっしゃいますよね。はい、扱ってます。はい、今年から始めたんですけども、はい、10キロの箱なんですけど、はい、それに5キロ分にリンゴ15個、はい、それは、まあ、サンフジとかシナノゴールドとか、はい、王林とかありますけど、それを15個を下の方に入れまして、はい、上の段にはですね、はい、満州ニララーメン味噌醤油塩ですね、はい、それを、4食、はい、まあ、お好みに応じてですね、はい、数はお客様にもお任せするんですけども、その4食入れて、はい、セットでですね、はい、全国どこでも4800円でクール便で、はい、送るということを始めました。食事プラスデザートセットっていう感じですかね。そうですね、花巻ふるさと便ということでですね、始めました、はい、で蜜のたっぷり入ったリンゴなど、フェイスブックでもね、ご自身のフェイスブックなどでもご紹介されてますよね、はいはいはい、ね、面白い組み合わせですけれどもね。で満州ニララーメンさん、本当に体が温まるんですって温まるんですよ。私ねこの間醤油味食べてきたんですが、2時過ぎ、およそお昼ご飯の時間とは思えない時間帯にすごい混んでいて、お昼時は行列がすごいみたいですね。そう、はい、ありがとうございます、ね、私は、ね、だから普通に行ってすぐ座れてラッキーだったなってね思いましたけれども、お好きな方も多いと思います、はい、では次の質問です。ちょっと趣味の話を、ね、伺いたいと思いますが、ご自分で僕はてっちゃんなんですっておっしゃいますよね、はい、てっちゃん鉄道大好き、はい、実はこの満州ニララーメンの、ね、栄屋さんにも伊藤さんの趣味あちこちに、ね、あるんですけれども、はい、まあ、栄屋さんで、ね、ラーメン味噌醤油塩って出ましたが、この仕込みを担当されているのも伊藤さんなんですが、はいはいはい、もう一つの顔がなんと栄屋専属の SL の保線作業担当そうですね、はい、線路全般の保線をやってます。まあ儲けなんですけど、はい、これね、そう、ラーメン屋さんで SL って思われたかもしれませんけれども週末になるとなぜか店内を SL が走っているという、はい、ね、機関車ですね、はい、ね、すごいですね。で当初はお店の中走らせるのを反対されていた。そうですね、はい、そんなことやめた方がいいんじゃないって、まあ、何人かに言われたんですけど、はい、まあ、どうしてもやっちゃったって感じですねでやっちゃったら子供が走ってなくてない、泣かれたこともあるそうですね。時々ですね、補線がうまくいかなくてですね、はい、走らない、まあ、土日祭日は走ってるんですけど、その時にうまくいかなくて走らないとですね、期待してきた子供がですね、どうして今日走ってないのって言うと寂しそうな顔をするんでですね、はい、まあ、そういう顔しちゃダメだなと実は思ってまして、喜ばせなきゃって、一番最初にもう見た子供なんか一度コップを割りましてですね、指を指してあそこ走ってるってね、その喜ぶ顔を見たらやっぱりやってよかったのかなって、子供を喜ばせるとそこのファミリーが、ね、みんなにこやかになるんですよね。それは言えてますよね。これが原点かななんて思ったりしてました、ね、はい、皆さん
SL、リンゴ、ラーメン、ドーム型、これが全部つながるのが酒屋さんですからね。で、他にも岩手山などの美しい風景写真もありますが、はいはい、鉄道の写真をね撮り始めたのが中1の時、ね、はい、恋に落ちちゃったんですか。そうです、一方的にね、あの片思い、そうなんです。山田線、そうです、山田線です、はい、1年生の中1の夏にですね、初めての夏休みに、はい、あの剣道部の先輩がですね、はい、行こうって言われまして、まあ、そのままついてったらその SL を見たらですね、はい、もうすっかりもう虜になっちゃいまして、それからもうずっと追いかけてますね。ねえ、すごいですよ。もう、ね、あの本当に店内に飾ってあるのが、ね、岩手山の美しい風景とかもあるんですが、 SL 撮りに行く合間に風景写真も撮るようになった。そう、あの1日に例えば北海道行った時もですね、はい、あの1日に2本か3本しか走らないんですよね。そうするとほとんどが暇なんですけど、その時にもう川の下に降りたり山の上に登ったりしてるうちに、はい、自然とその風景写真を撮るようになったというのがいきさつですね。ね、いろんな趣味がね散りばめてありますので、いやいやいや、ぜひ ね、 ねラーメンを味わいがてら店内ぐるっと見渡していただきたいと思います。、はい、では次の質問です。さあ、そんな伊藤さんの一押しの花巻のお店を教えてください。はい、あのしょっちゅうは行ってないんですけど、時々行くんですけど、はい、あの燕食堂さんですね。あの酒屋さんじゃなくて。そうじゃないです。いいんですね、はい、あの高松にあるちょっと前はあの幹線沿いにあったんですけど、はいはい、今ちょっと引っ込んでしまいましたけど、帰ってですね、そちらの方があの、はい、ロケーションがいいですね。あの隠れ家というか、そうそうそう、私道に迷って ね、 ね、すんなりたどり着けないんですけれど、あの手作りハンバーグの美味しい、そうですね、美味しいですね、あの別世界のようなところですよ ね、 あそこ違う世界を醸し出してますんで、あの年中いろんな景色がね、はい、あのガラス越しに見えてですね、はい、落ち着けるし、もう大事な時間を作れる食堂だなと。味も当然いいんですけどね、心がちょっと落ち着く感じの、ね、風景を眺めてるだけでも ね、 大好きですね、あそこはね、はい、燕食堂さんをご紹介いただきました、はい、さて伊藤さんはですね、山荘さんの2代目で元祖満州ニララーメン酒屋本店の経営のほかに、青果物、これはあの野菜とか果物とか、はいはい、あとお酒や一般食品の納品なども扱っていて、それも場所が多岐にわたります。東京のスーパー、花巻や北上地区の病院、まあ大きい病院もありますよね、はい、ですとか老人ホーム、温泉や旅館、飲食店などにも卸しています。ということで、いろんな場所や景色に詳しいはず。ということで次の質問です。はい、好きな花巻の風景を教えてください、はい、一つはですね、はい、東和町の、 あの、はい、阿表からですね、はい、あの東に12丁目に抜ける道なんで、あの山の頂上にですね、はい、あのオートレジャーランド東和っていう、あの、はい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 、あの車のラリーをするコースなんです、はい、あそこから、はいはいって行ったことはないんですけど、ええ、あのそういう場所がある看板だけは見たことあります、うん、そこを通る場所でですね、はい、あそこから見るあの山々、はい、すごく四季折々いつも綺麗だな、いつ行っても、あの今の時期ですと例えばあの、はい、まあ、紅葉終わってもね、はい、また初冬の景色がまたいいなという、はい、いつもあのコースは大好きですね。東和病院のちょっと先ぐらいですかね、あの駅などを背にして東和病院をちょっと先に行って少し曲がるんですよね。そう、右に曲がるんですよね、はい、それからあの東12丁目、そして、はい、あの4号線に出るコースなんですけど、ね、マニアックな場所を、ね、ご紹介いただきました、でも綺麗そうですね、あとあの、はい、北上川 の、 あの橋のとこですね、あと獅子ヶ原っていうところなんですけど、はい、あそこのから見る景色もいいかなと思ってます、はい、そしてもう一箇所は、もう一つはですね、はい、あの前に金沢君も言ってたんだけど、あの円満寺ですね、はい、あそこはもういいですね。あの特にですね、あの、はい、私が好きなのはあの、田植えの時期、田植えが始まる、はい、もう植えたばっかりの時ですね、そこから見るとですね、あのなんていうのかな、あの海にですね、その屋敷森の家がですね、こう島のようにこうポツンポツンと浮いてるような感じ、 水が張ったばっかりで、まだあの稲、あの大きくなってないんですね、大きくならない、もう本当に水が張ったような状態の時が好きですね。なんか湖みたいに見えて、そうそうそう、そこにポコンポコンって屋敷があちこちに浮かんで浮いてるというあれが好きですね。それが動いたり動かないでしょうけど、ね、すごいです、船みたいなイメージでね、そういう感じで、いや素敵ですね。それが秋なら秋でまたね、はい、あの黄色い、まあね、黄金の中の屋敷、ね、そうそう、色が非常にコントラストがいいですから、大好きですね。やっぱり写真家だけあって、いやいやそんなことないですね。なんかね、景色いろいろね、いい景色教えていただきました、はい、では次の質問です。座右の銘をね教えてください、はい、年中無休、これね、無休の無が夢
夢を求めるですね、無休が、ね、はい、休まないじゃなくて休まない、あの、はい、これは、はい、年中夢を求めるということでですね、はい、あのこれはあの仕事であの函館行った時ですね、はい、あのちょっと あのあるスーパーに飾ってた言葉でですね、あ、これいい言葉だなって、はい、思いまして、はい、それからずっと自分の心の中にいつも引っかかっている言葉でですね、はい、あの非常にあのいつでもこうワクワクするもの、夢みたいなものを常に忘れないでいこうっていうのが自分に言い聞かせてる言葉ですね。今ねとっても素敵な表情されましたがでもあのマンニラさん、よくマンニラマンニラって皆さんね、はい、満州ニララーメンさんおっしゃると思いますが、はいはい、酒屋さんもきっとねワクワクがいっぱい詰まっているお店なんじゃないかなって、はいはい、SL 走ってたりトトロがいたりとか、はい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 、ね、やっぱりあのそういうのがこの気持ちにもつながってるんじゃないかなっていう感じを ね受けましたけれども、あのまあ、よ特に初めて来た人ね、あの初めて食べに来た人の、はい、まあ感動っていうわけじゃないけど予測をこう上回るようなことしたいな、びっくりさせたいなというのがちょっとありましてですね、はい、例えばあの建物見て、あ、中こんなに広いんだ、そう広いですよ ねあと座って頼んだら、あ、こんなに早く出てくるんだとかね、3分、3分ですね、あっという間ですよね、はい、先代がタバコ1本吸い終わる前に出せっていうのがよく言われましてですね、まあ、それが3分以内かなという、まあ、自分思ってて出してると思いますね。いろんな予測を超えて、あとこんな味かというね、あ、見た目と味が、はい、ね、予測を上回る味を出したいな、はい、あとは値段ですね、はい、あ、このぐらいの値段かと、そうですよ ね安いですよね、そういった感じのですね、はい、ちょっと予測を上回りたいというのがちょっとありまして、はい、なんかちょっとねいたずらっ子な、ね、表情を浮かべていましたが、ちょっと言っちゃってもいいですかね、これ小学校時代の先生にね、はい、あの生まれ変わってもまた教師になりたい、そしたらまた教え子になってねって言われたことがよっぽど印象深い生徒だったんだなっていやこの前ちょうど同級会ありましてですね、はい、中学校の先生に言われましてですね、はい、非常に僕はもう先生に叩かれたり廊下に立たせられたりはしょっちゅうしましてですね、はい、その先生がねそういうことを私に言いましてですね、はい、一番思い出深いと言われまして喜んでいいんだかどうだかちょっと私も迷いましたけど、そのね、はい、サプライズな、いろんな要素がお店にも詰まってるんじゃないかなと思いますさて、じゃあこのあたりでですね、お友達のご紹介をお願いしたいと思います、はいはい、毎朝私市場に行ってるんですけども、はい、その、 あの市場は魚屋さんと八百屋さんがおりまして、はい、あの魚屋さんの方の社長さんなんですけど、はい、中央水産花巻のですね、はい、あの代表取締役の曽我義満さんですね、はい、はい、その方です。曽我さん、毎日、じゃあ今日も会ってきました。今朝ちらっと会いましたね。今朝ちらっと、はい、曽我さんお電話つながるでしょうか。はい、今お電話しております、はい、株式会社中央水産花巻代表取締役曽我さん、曽我義満さんです、はい、ん、あれ出ないかな出ないかな、曽我さん、もしもし、あ、もしもし、あ、曽我です、あ、あの山荘の伊藤です。どうもありがとうございます。どうもどうも。今朝ちらっと会いましたけども、今あの FM 花巻のスタジオにいるんですけども、はい、12月13日の木曜日、今頃の時間なんですけど、はい、この番組に出てほしいということで来てくれるかな、はい、いいとこで、はい、よろしくお願いします。曽我さん、 FM 花巻の美園と申します。 ありがとうございます。12月13日12時過ぎお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、どうも。はい、失礼します。無事つながりました。花巻のお友達の輪がね、また一つつながりましたが、はい、最後に一言、はい、SL に関しての夢をお願いします。あの、ね、あのかつてあの私あの奥中山の30連とかですね、はい、あと花輪線の龍ヶ堀の30連というのはすごく憧れのことがあったんですけども、はい、それを実はあの模型でですね、はい、あの将来あの再現してみたいな、そして皆さんにご披露したいなっていうのが夢です、はい、いつになるか分かりませんけど、はい、楽しみに、はい、はい、ありがとうございました、はい、今日の笑っていいともいい花巻有限会社山荘代表取締役の伊藤壮一さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。